いやー、今回もね、任務お疲れ様でした。今宵の芋餅は一味違うぞ。ポケモンの炎で仕上げたからの。ポケモンの炎、キング誕生の瞬間、ぜひとも見たかったですね。博士がイダイトに乗る姿、あまり想像できません。僕はボールをうまく投げられません。回避もできませんし、イダイトにも乗れないでしょう。ですが、絶えず努力をしていれば最後には報われるのです。この言葉にあるように、研究のためいつかはポケモンに乗ってみせ、その体験を図鑑に記録するのです。翌日。いや、今日もいい天気だ。さあ、今日は何が起こるんだろうか。なんだ？めちゃめちゃ怪しいやつ来た。何この人？はてなはてなはてな。おはようございます。空からの来訪者様。銀河団のボス、電木様が部屋に来るようにとのことでした。というわけで部屋にやってきました。怪しいやつおったな。あいつ誰だ？ヤマト。天眼の山麓にいる洞窟キング、マルマインを沈めよ。マルマイン。マルマインは体内に溜め込んだ電気を放出する性質のポケモンでな。荒ぶってからは電気の放出がとんでもねえ大爆発になっちまってよ。むぅ、マルマインのキング場まで安全なルートで行くために真珠団にも力を貸してもらうのだ。すでにカイにも話は。修造、およしください。なんだ？何人たりとも僕は止められないよ。誰？また変なヤサオ来たぞ。下まつげがすごい。やあやあやあ、銀河団のボス、電木さん。僕への招待状をお忘れかと思い、わざわざ長谷参じたぜ。椿、わきまえろ。今大事な話をしているんだ。だからこそだろ、兄貴。弟？関の弟？マルマインのキャプテンである椿を差し置いて話はできないよね。いや、話は終わったぜ。ヤマトに洞窟キングマルマインを沈めてもらう。兄貴、どうしたんだよ。僕を、いや、金剛団をないがしろにして。大体そんな弱そうなやつにマルマインを沈められるとでも。めっちゃ嫌味な顔してんな。旦那、不届き者の乱入、心よりお詫びする。申し訳ない。いやいや、お気になさらずに。椿殿ほどの実力者、鍛えた警備隊員でも止められぬ。ただ警備隊にはさらにみっちり稽古をつけてやらねばなりませんな。椿、おめえのせいで警備隊の方が泣くことになったぜ。電木の旦那、相撲技で岩をも投げ飛ばすんだからな。ふん。まあまあ、では改めてヤマト、マルマインを沈めよ。椿殿も何かあればご助力をお願いいたしますぞ。今度はマルマインか。では、入れたて。メイン任務、危ない山登り。
ツバキ、銀河団は、いや、ヤマトはすげえのよ。それをおめえにも、わからせてやる。関と戦って実力を示そう。またバトルですか？とりあえずトリトドンでいこうか。勝負だ、リーフィア。ちょっと待って、マグマ嵐でいこう。あ、ちょっと待って、進化させちゃおっか。爆風雲になると思うんですけど、噂によると翡翠の姿になるって聞いてますけど。お、おお。ちょっと普通のやつよりダセーぞ。ネクラな爆風って感じ？新しい技をひらめいたって書いてあるけど。あ、炎ゴーストなんだ。シャドーボウ。オバヒも使えるんだ。へー。これでいこう。まさか炎ゴーストになるとは思わなかったな。じゃあ行こっか。な、ヤマト、俺と手合わせしてくれ。いいよ。ツバキ、見ておけよ。プイトすな、プイト。さあ、関との勝負。やはり相手はリーフィア。爆風ダセーな、なんか。放射で、リーフィア、ワンパン、オッケー。気持ちいいね。残りはレベル18のイーブイだけ。まあそんなのどうってことないよ。放射でいこっか。オッケー、ワンパンワンパンで決着。ヤマトの強さ知ったならもうバカにするのはよすんだぜ。ふん、全然ダメやん。真珠団の協力者は訓練場でお待ちだったよな。あばよ、ヤマト、今回も頼んだぜ。ほらよ、ツバキ、おめえはみっちり説教だ。勘弁してくれよ、兄貴。ヤマト、任務について打ち合わせをする調査体質に来てくれ。次なる調査対象のエリアは天眼の山麓。時空の裂け目に近い場所のため、どのような危険があるか想像できない。君のランクであれば天眼の山麓での調査も可能だ。マルマインの調査だが、ある御仁の協力を得る。命令する。まずは訓練場に向かえ。訓練場ということは真珠団の協力者のことかな。真珠団の上りに会う。またまた新キャラっぽいな。どんな方なんだろう。お、あのいでたち、さっきの男じゃん。目がちょっと怖いんだよ。ヤマトさん、目を見開きすぎて白目の割合が多い。隣にいらっしゃるのがキャプテンのぼりさん。今回大ニューラのいるところまで案内してくださるんだよ。大ニューラ、今朝は失礼いたしました。私、キャプテンののぼりと申します。マルマインに会うのでしたら大ニューラの力を借りるべきですね。大ニューラ、ただあなた様が大ニューラに認められるかどうか、こればかりは言ってみないとわかりません。
まずは安全を期して天眼山に出発進行です。のぼりさんもあなたと似ているんだよ。何が？彼もどこから来たのかわからないの。しかも記憶を失っていて、あなたと共に行動すれば何か思い出すかもしれないでしょ。今回もいろいろよろしく。頼りにしてるよ、ヤマトさん。絶対惚れてんな、カイ。というわけで天眼の山麓に向かっていきたいと思います。よし、じゃあ行こっか。ポケモン大量発生の報告？ここか。山麓ベース。わ、すげえ、山の上にパルテノン神殿みたいのがある。天眼の山麓、あそこに行くのかな。ヤマトくん、天眼の山麓にようこそです。山といえば岩石。そう、岩タイプ、地面タイプのポケモンが多くいるのでしょうね。そしてあちら、時空の裂け目の下に見えるのが天眼山です。あの辺り一帯は磁力がポケモンに何かしらの影響を及ぼしていると考えられます。ということで、山を登る？目的地マークの方に行ってみましょうか。地図見よっか。ここね。よいしょ。あの橋を渡った先ですかね。よいしょ。洞窟？のぼりさん、洞窟キングのマルマインですが、私が記憶するマルマインとは少し様子が違っているようです。ですが電撃を放つのは同じ。迂闊に近づくと危ないのです。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいのかもしれません。まあ荒ぶるわ、イライラするわと、ポケモンもいろいろ大変です。なんだ？そう、大変なのです。ポケモンも人も生きていくのは。出た、椿。新時代キャプテン、のぼり。それと銀河団の馬の骨。馬の骨言うな。ヤマトな、大いなる洞窟キング、マルマインに会おうとは、なんと大それたことを。だがこの椿、心優しい男でね、会う資格があるかどうか確かめてあげるとしましょう。最大級の妨害をもってしてね。遠慮します。椿はこう考えている。話聞いてます？キングの荒ぶりとは神王様のご加護であると。だって力を増したんだろ。めでたきことではないか。キングをとことん荒ぶらせることで、神王様に金剛団の正しさをお伝えせねばならないのだ。このカメラアングルなんだ？むしろこの椿、そのために生まれてきたと言ってよい。椿はとんでもないナルシストですね。だいたい山奥でマルマインが電気を放っていたところで、銀河団には関係あるのですかと。おとなしく寿村に帰ることをおすすめするよ。では荒ぶることでポケモンも苦しんでいるのに、なんと身勝手な意見でしょう。ヤマト様、どうなさいますか？進みます。道中は危険ですが、私のモットーは安全運転でございます。ヤマト様、大乳らに会うためこちらの迷いの洞窟を抜けねばなりません。迷いの洞窟。洞窟に暮らすポケモンは暗闇が平気なゴルバットたち。
暗くなっておりますので、足元にご注意くださいませ。迷いの洞窟。ここか、暗いですね。おかしいですね。洞窟を照らす松明がありません。もしや椿様の妨害？ですが、案じることはありません。私、ルート把握はお手の物。暗闇でしょうが、悪天候でしょうが、正確に進行してみせるのです。では、私についてきてください。なんかダンジョンっぽいんだけど、ついていけばいいのかな？おぼろげですが、私には大事なパートナーがいた記憶がございます。名前は思い出せないのですが、炎を使うポケモンだったようです。今いてくれれば、このような暗い道も照らし、いざなってくれたはず。しばらく停止いたします。右手に親分のクロバットが確認できました。通常時であれば、あなた様の進行の妨げにはなりませんが、今は暗闇の中、安全を期するために、ルート変更を提案いたします。では、私についてきてください。そういえば、私に似た男がいて、ポケモンの話は勝負をしていたような。勝利をするのが何より大好き。今、ふと思い出した言葉です。よく喋るな、こいつ。迷いの洞窟、終着点まで、あとわずかです。記憶がなくても、私の心の中、大事なものがたくさんあるようですね。こちらに到達すれば、ほぼほぼ大丈夫でございます。ほぼほぼが気になる。あれは、松明。他に通ろうとなされる方がいたとき、暗いままでは危険でございます。松明を元に戻しておきますね。ヤマト様、すべての松明に火を灯しました。安全確認をいたしましたが、問題ありません。出発しましょう。松明を道しるべとして進行すれば、こちらの洞窟の終着点に着きます。じゃあ、松明をたどっていけばいいかな？ライドもできますね。こっちでしょうか？お、すぐ着いちゃった。洞窟を抜けました。天眼山、見えてきましたね。ラベン博士にお聞きしましたよ。あなた様は空から落ちてきたと。私は気づけば、翡翠地方という聞いたこともない場所にいました。名前以外に記憶はなく、立ち尽くしていたところを真珠団に救われたんです。ただ自然とポケモンを手なずけることができましたんで、キャプテンに任命されたんですが、この世界で何をすべきなのでしょう。無駄話でしたね。では急ぐとしましょう。どっちに向かえばいいんでしょうか。こっちか。260m。ガッと行きましょう、ガッと。よいしょ。普通にまっすぐ行けば着くのかな。何があるんだろう。おっと、親分がいる。痛い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 。ちょっとタイム、ちょっとタイム、ちょっとタイム。あ、のぼりさんもういるね。またいたよ、椿。せっかく勝たした松明を戻すとはひどくないかい。人の行為を無にしたんだよ。悪意だろ。はて、行為とは
あれでは人が通れません。同じキャプテンでも視点が違うね。暗い洞窟を好むポケモンのための明かりを消してあげたんだよ。椿の行為を無にするような野暮な連中を洞窟キング丸前に合わせるわけにいくか。いいかい、通りたければ僕の相棒を打ち負かしてごらんよ。いかがなさいますか、大和様。勝ちます。許さんぞ椿。臭いと言われようともすかすことなくやろうよ。スカタンク、スカタンクなんだ。さあトリトドン行け。スカタンクは辻斬り、地面に弱かったような気がするけど、そうだよね、早技の大地の力。オッケー、これでとどめ。どうしちゃったの椿ちゃん。決着。いいかい、僕も相棒のスカタンクも負けていない。負けたよめちゃめちゃ。だから改めて挑みますよ。だけどね、ここはスカタンク回復のために引きます。いわば戦略的撤退、いえ転身。次は油断召されるな。なんなんこいつ、一周回って大好き。にぎやかな方ですね。椿様、何をなさりたいのか。では古代の石切り場に急ぐとしましょう。では進んでいきましょう。ん？あ、のぼりさんか、びっくりした。古代の石切り場、神殿を作るための石を切り出した場所ですね。人とポケモンが力を合わせたのか、それともポケモンだけで切り出したのか。残された石を壁として利用し、ポケモンから隠れると良いでしょう。のぼりさん。おお、こんなところにも来た。あなた様は確かウォロ様、いかがなされましたか。あなたが記憶を失ったのは時空の裂け目が原因でしょうか。裂け目は関係ないと思いますが、何も覚えておりません。どこにいたのか、家族がいたのかさえも。ですので大和様に聞くべきでしょう。なるほど、のぼりさん、あなたの記憶が戻るといいですね。大和さん、時空の裂け目から落ちる前、何かありましたか？え、あった。なるほど、自分としては不思議な雷、その源となる何かがあるのではと考えます。わかります。自分が調べたところでは、大昔にも時空の裂け目が生じたとか。それゆえ名前が伝わっているのですが、裂け目の向こうにはどのような世界が広がっているのか。自分の推測としては神王様の世界。過去に閉じた時空の裂け目はなぜまた開いたのか。なぜ大和さんが落ちてきたのか、わからないことだらけです。ウォロ様、ぜひとも謎を解き明かしてください。そうすれば、荒ぶるキングに怯える皆様の心も安らぎます。私は、ここに生きる皆様のことを優先しますので。自分はただの遺跡好き。調査でしたら、大和さんですよ。では、またお会いしましょう。
怪しいね、なんかね。ここを抜ければもうすぐです。急がず慌てず、先を急ぐとしましょう。